はい、こんにちは。今日はですね、板のレビューというか、まあ、どんな板がをみんな乗ってるか、どんなブランドのどんなメーカーの板を乗ってるかと、この板の長さだったりビンディングの開放値、まあ、どれぐらい板にプレッシャーがかかったら外れるかっていう開放値をみんなどれぐらい設定してるかっていうのを、一般のスキーのユーザーの方から街頭インタビューじゃないけどスキー場でインタビューみたいな感じでちょっと撮ってみたいと思います。イエーイ、パチパチパチ。どの板がどういう特徴があるかとか、皆さんの板選びの一つの材料となるような動画をやっていきたいと思います。で、今回はそれの第1弾、はいはい、でまずは僕のね、この板のレビューをしたいと思います。僕は今乗ってる板がコルクルの、これがリボルト87っていう板です。この板のセンター、この一番真ん中の部分が87ミリあります。テールが115ミリ、でトップも115ミリあって、パイプを滑るときは結構これを使ってました。っていうのがすごく安定するんですよ。なんでですか？なんでなんだろうね硬さがあって、で板がしっかりたわんでくれる。でたわむって言ってもこっち側にたわむだけじゃなくて、このすごい表現しづらいけど、こっち方向、縦方向にもターンした時にしっかりこうたわんでくれるんで、それであのパイプのあの 3D のこう地形を滑る時にものすごく安定して、トリックができたっていうのが、このコルクルのリボルト87ですね。これはもう本当にものすごく安定してました。僕が乗ってる長さが、これは何センチですか？169センチです。僕の実際の身長よりは少し長めの、少しです。少し長め。噂では、あの米谷優さんは175センチっていう噂を聞いたんですけど、いやいや、それ絶対嘘だ。それは俺自分で、ね、もうね、俺ね、そこの嘘はつかないの。俺はさすがに身長は盛らない。盛らない、うん、実質これは嘘ついてるんだよね。163センチで、僕は60キロあります。で、板の長さが167。ただ、僕もスキー歴も長いし、競技をやっている人間なので、普通の一般のレベルからしたら高いレベルでやってるから、まあ、これぐらいの長い板で全然問題ないとは思います。まあ、僕はむしろこれぐらいの方が安定してすごい好きです。板のね、柔らかさは柔らかくはないんだけど、たわんだものに関してしっかりこう返してくれるから、張りがありますね。張りがあるから、ジャンプもそうだし、パークもそうだし、パイプもそうだし、すごい滑りやすいです、安定して。で、僕の開放値9ですね。9、開放値9です。9です。これ18まであるんですけど、18までやったら足もげます、うん、かなり重い人、ね、かなり重い人です。僕は開放値が 9で、そんなに外れないです。外れない。瓶もやっぱりそれぞれありますけど、うん、それはどうなんですか？一つあるのは、レベルによって使うビンディングももちろん変わる。で、プロが使うビンディングっていうのは開放値が高く設定されてるから、それはね、ものすごく言ったら外れないビンディングです、うん、値段もすごい高い。ただ、エントリークラスの人とかが使うビンディングっていうのは、あの、まあ、そんな値段もやっぱり高くないし、開放値自体も多分10とか12とかそれぐらいまでしかないんで、まあ、自分の体重とレベルに合わせた開放値、のメモリがあるビンディングっていうのを買うのが、まあ、一番いいんじゃないかなと僕は思います。じゃあ、せっかくなので今日はこの方にもね、あれ、レビューを。トータルフィットネスはい、お願いします。で、のりさん、もともとのりはライダーで板とメーカーと契約してたんだけど、今はフリーで乗りたい板滑ってて、で俺も今フリーで乗りたい板に滑ってるんで、ちょっとのりが今乗ってる板がどんな板なのか、長さがどれぐらいなのかっていうのもちょっと聞いてみたいと思います。まあ、参考にね。まあ、結構古い板なんです。そうだね、結構これ何年前だ、2012年ぐらいの、ね、ロシニョールのスクラッチなんですけど、まあ、まあ、67で、センターが、結構ちゃんとやってくれるね。84なんですけど、まあしっかり、センター84って、まあまあ言ってもそんな、まあ、細い系ですね。でも細すぎはしないよね。まあでも軽くて、うん、パークには軽いんだ。じゃあノリは身長よりはちょっと長めを使ってんだ。あー、なるほど。多分スキーのスキルが高い人とか、あとは
なんだろう、長ければやっぱり板に振られるってことが増える。ただやっぱ安定感も増すし、板が長い分板を使えるんで、技術的に、まあ、スキー歴が長い人とかフリースキーに慣れてる人は全然自分の身長より長いだけで大丈夫。ただ多分女の子とか初心者とかは、ね、自分の身長マイナス10センチとかでも多分鼻ぐらいが多分目安としてはいいかな。僕、まあ、ピンの位置なんですけど、まあ、これの場合はちょっと滑りにくいは滑りにくいんですけど、ジブとかの安定感はやっぱり増えますね。なるほどね。あとは、まあ、スイッチとか、乗ってる時に、まあ、同じなんでノーズと、まあ、そうだよね。的にはスイッチもすごい滑りやすいってことだよね。でノリはスイッチのトリックが結構好きだから、ね、まあ、センターにつけてスイッチ滑りやすくして、プラス、まあ、その振った感覚がやっぱ土線についてるとちょっと軽減されるスイングウェイトっていうやつ ね、 そうですね。ノリはこれ体重いくつだっけ。体重53ぐらいですね。ビールがね、たまってました。じゃあ53ぐらいだとして、開放値何にしてる。8ですね。8です。88ね。8、そうです。全然外れない。僕外れないですね。基本的に僕板外れるのは嫌なので、大会に出てるときは、まあ、9とか10とか取れないようにするんだけど、基本的に練習で取れちゃうときって開放値低くて取れちゃっても、なんか基本失敗してるんですよね、それって。だからそこで膝とか怪我するよりは、まあ、外れてくれた方がもちろん安全っていうのがあって、僕は8とか意識をで、ノリも多分人体怪我したことないので俺も人体怪我したことがないんですよ。高すぎる人はすごい怪我しやすいと思うし、そういう開放値も多分重さによってなんか決まってるんだよね。そうですね。体重とスキルうん、あれで、はい、まあ、ちょっとそれ資料が分かんないんだけど、もし資料があったら動画の説明欄の方に貼っておくけど、はい、まあ、その体重とスキルによってどれぐらいの開放値がベストかっていうのが決まってるから。そうですね。僕らはまあ大体7から8、7はないな、8ぐらいで、大会で9から10にしてるっていうような形です。はい、じゃあ僕以外の意見もぜひ聞いていきたいと思います、はい、ということで、じゃあインタビューに行きたいと思います。お願いします。 OK、 行きましょう。緊張する。